知らない人の結婚式の写真治療 <laughs> <laughs> 所のレベルだよねうち、ん、そういうのいっぱいあるんだよあお前お味来たちょ,ちょっと待ってみんなお父さん来たからすぐ切るわ、うん、恥ずかしいっすねあなったあのなんで33にもなってお父さんが来るから配信切るって言わなきゃいけないんですかちょっとやめてもらっていいですか そういう、恥ずかしめを俺に与えるの。でも、切って正解でしたわ。本当に。切って正解でした。またなんか変な、とんでもないこと言ってました、ずっと。おらよ、もう年金生活しなきゃいけないんだからよ、おめえよ、頼むからよ、電気消してくれよみたいなこと言って。<laughs> お父さんって。やめてくれ、冗談はやめてくれよ、って。でも、親子の、 親子の絆を確かめ合ってました、二人で。二代目を継いでいくしかねえな。襲名してほしいな。不死身の血を。あっ。<laughs> もうやだ。お父さんが来るのがマジで嫌だ。何がやだってさ、別に出てもいいんだけどさ。恥ずかしいんだよ、うちの親父。出すの。ごめんあれだ。矢探しして金目のもん探してんだっぺーとか言ってた言ってさ。 ててのもん探しなっっぺよって言ってた <laughs> ここで当社に来たら面白いさっき来たわもう絶対映したくないと思って消したわ <laughs> なんか家族を配信なんかさよくいるじゃん俺も同じ考えなんだけど家族を配信のネタにするのよくないって言うんじゃなくて単純に喋ってるとこ見ら,れた見られるのが恥ずかしくて切ったわ33にして親ラで配信切るとは思わなかった単純に恥ずかしくて切ったわ 聞かれたくねえすげえもらはらしてくるから、俺に。かー買ってもお前、こんな写真散らかして、泥棒がー <laughs> みたいな、らさ。それはいいんだよ。それ言われるんだけど、その時の俺の反応聞かれたくない。ああ、わかった、わかった、わかった、みたいな。すげえ、もう流すから。わかった、わかった、わかった、おん、わかった、わかった。片付ける、片付ける、わかった、わかった、わかった、ったった <laughs> みたいな感じ。すげえ、もうめんどくさい。だるがら見てくるのね。めっちゃくちゃ。めっちゃ くら見せんの、うちの親父うちの親父最近 YouTube めっちゃ使いこなしてるみたいで俺のチャンネルと加藤純一切り抜きを、まあのチャンネル登録してるの2つで「お父さん俺この前マカオ行ってきたよ」って話したら「かー買ってもさおめえがよ日本帰ってきてからよにおめえが日本帰ってきてからよ話してたやつを俺は見たわ!」って言ってさ あんなことをよ、全国ネットでよ、喋ったらよ、買ってもだよって言ってた。バレちって買ってもだからダメだよって言ってた。全国ネットだからよって言ってたわ。